入間川を今渡ってるんですけど多分夕立が最近よく来るんですが、すごい増水してます。わあ、びっくりした。こんな増水するんだ。ここは狭山市、まあ、埼玉県の狭山市ですね。僕は夏になるとちょっとここら辺に、まあそうですね、最近ちょっとほぼ毎週来てますね。まあ、ちょっと用事があってですね、ちょっと友人と、まあ、いろいろと趣味友達と、まあ、いろいろと楽しくやってます。ここ前はですね、この辺りを通るだけで150円かな、取られてたんですけど、最近無料化されて、気持ちよく走れます。ここ狭山トンネル上国道16号です。圏央道がない頃はこの国道16号をひたすら走ってきてたんですけど、今圏央道があるのでスイスイ来れます。スイスイといっても片道60キロぐらいあるんで、まあそれなりに楽しい目的がないとで来れないような距離ですね。前は運転して、今日はこのレクサスを運転してるんですけど、やっぱりなんていうんですかね、静粛性っていうか、そういうところが全然違いますね。この車はすごく静かです。この車ばっかり乗ってたので、久しぶりにエステマに乗ったら、ああやっぱり音が全然違うなって改めて思いました。慣れって怖いですね。分かんなくなっちゃいますね。もうこれ普通みたいな感覚になっちゃうんで。今梅雨の合間の貴重な晴れ間を利用して来てます。雨が降っちゃうとね、なかなか来ないですね。なんでこの区間を珍しく録画してるのかというと、いつも僕が寄っているうどん屋さん、山崎だったかな、今からそこへ向かってます。ちょっと早めの夕食を済ませてからですね、まあ友人と合流するんですけど、友人と合流するのがおそらく夜の8時半ぐらい、まあ、それまで僕は一人でまあいろいろと、まあ、この辺をうろちょろと回るんですけど、それは歩くような趣味なんです。もう1万歩を超えるような、この間万歩計つけて歩、ちょっと何歩ぐらい歩いてるのかなって測ったんですけど、1万歩超えてましたね。まあ、そんな感じでひたすらですね、友人と、まあここら辺すっごい大きな公園っていうのかな、まあ、自然が多い地域なんですけど、まあ、いろいろなこう綺麗なスポットとかいろんなポイントがあって、ひたすら歩いてですね、
まあ、自然を満喫できるんです、この季節は。まあ、僕のチャンネルをご覧になっている方はなんとなく、ああなるほどあれかって感づく方もおられるかもしれないんですけど、その通りです。その子たちに会いに春はやってきてます。この季節しか会えませんからね。で、僕が住んでる町にはいない種類の、まあ、個体がこちらには生息してて、まあ、それを、まあ、今年はまだ僕会えてないんですけど、まあ、友人はもうすでに3匹くらい捕まえてるのかな。あの昨日もいたよっていう連絡があって、まあ、今日急遽予定を変更してやってきたんですけど、まあ、なんとか、まあ、去年僕その地元じゃいない種類の個体を捕まえた記憶がないんですよね。多分取ってないんじゃないかな。なので今年こそはあのちゃんと記憶に残るような形で、あのその貴重な生き物に巡り合いたいなと考えてます。僕が住んでる、まあ地域は標高が高いんですよ。でこの辺りは標高が低くて、でこういうなんていうのかな、いい感じの林がもうすでに画面越しで見えてると思うんですけど、なのでそういう地域的なあの気候的な、まあ、標高ですね、の違いで僕のとこにはいてこっちにはいない種類がいて、こっちにはいて僕の住んでる町にはいない種類がいると、ということで今日も一生懸命頑張ってやってまいりました。でブリードしたいんですけど、ペアリングする前に死んじゃったんですね、今年春に。僕が数年前に捕獲した大型個体がですね、ブリードしようと思ってたんですけど、昨年メスを捕獲した時にそのメスがまだ成熟してなくてブリードできなかったんですよ、去年。なので今年ブリードできるかなと思ったら、まさかの春先にオスが亡くなってしまったので、なんとかオスを捕獲しなくてはということで何回も来てるんですけど、まあ、僕自身出会えることができなくて、今日も頑張ってやってまいりました。まあなんとかね巡り合えるといいんですけど、もうすぐですね、今僕が食事をするうどん屋さんが見えてきますけど、今狭山日高インターから来て、所沢方向へ向かってるんですけど、ちょっと反対側に店舗があります。今ちょうど見えてきました、肉汁うどん、武蔵野うどんって書いてますね、山崎製麺所、武蔵野うどん山崎製麺所って書いてあるな。お店の名前は何なんだろうな。到着しました。今時刻は4時半なんですけど、ちょっと早い夕食を食べて、その後ですね、僕は単独で、ポイントひたすら散策していきたいと思います。この季節ね、場所によってはホタルとか見えたり綺麗なんですけどね。先日レクサスでアロマオイルを購入しました。ハーブの香りのですね、息子と嫁を乗せて運転したんですけど、なんか嫌そうな顔してたので、あまり合わなかったのかな。まあ芳香剤っていうか、まあ匂い
に関しては人それぞれ好みがありますからね。僕がいいなと思っても他の人は好まないっていうこともありますもんね。結構僕は柑橘系の香りの芳香剤や芳香剤が好きで、柑橘系の匂いの芳香剤も入ってるんですけど、この車に、まあ、そのアロマオイルも、まあ、ハーブと言いつつ結構柑橘系っぽいような香りがして、でレクサスの店舗に行くといつもその香りがしててすごいいいなと思ってて、で先日レクサスに行った時にオーナーズラウンジで、まあ、時間を、まあ、作業を待っていた時にアロマオイルが売ってて、なんとなくテスターで香りを、まあ、数点種類があってチェックしてたら、あの店舗にいつも香ってる匂いのアロマオイルがあったので思わず衝動買いしてしまいました。きっといつか嫁もあの店舗に行った時のあの香りを嗅いだら、ああこれねって感じで気づいてくれると思います。ということで、ここはねこんな感じで裏側から入ることもできるんですね。こんな感じ、結構ねあの営業時間が短いので僕は結構早めに来てます。店舗はこんな感じです。じゃじゃん。でね、ここのうどんに関してはね何回かあの食べる時に動画に上げさせてもらって皆さんに紹介しているので、今日はまあ特に食事する時に録画とかはしないで行っちゃいます。では食べてまいります。さようなら。